どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の西朝感想2016年12月25日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。2016年最後の日朝感想動画になります。まずは動物戦隊獣王者の感想から参りましょう。第43話クリスマスの目撃者2016年12月25日分の放送でございます。とあるクリスマスの日、獣マンたちはマリーおじさんに渡すプレゼントを考えておりました。マリーおじさんに服をプレゼントしようと服屋さんにやってきました。お互いの小遣いを分割して服を買おうとしますが、金額が全く足りません。そんな中、街中にデスガリアンのがっかりゼが現れます。がっかりゼの気配を感じた獣マンは現場へと駆けつけます。4人は獣王者に変身しがっかりゼに立ち向かいます。しかし戦闘後、がっかりゼに逃げられてしまいます。その後、獣マンたちは近くのケーキ屋さんを立ち寄ることに。どうやらそのケーキ屋さんはがっかりゼに店を変えられてしまい、ケーキを販売することに困っていたみたいです。せっかくなのでアムちゃんの提案により4人はバイトすることに。一方、ヤマト君とミサオ君はクリスマスパーティーの準備をしておりました。そんな中、ミサオ君がテレビを見てとヤマト君に言います。するとテレビの映像には獣マンの姿で働いている4人の姿が見えました。これにヤマト君もびっくりです。獣マンたちがバイトを終えた後、給料をもらい先ほどの服屋さんへ戻ります。しかし働いたお金でもまだ金額が足りません。どうやら消費税の分が足りないみたいです。そんな中、ヤマト君とミサオ君がやってきます。どうやら足りない分をヤマト君が払ってくれるみたいです。プレゼントを買ったヤマト君たちはマリオおじさんの家に戻ろうとしますが、そこでデスガリアンのがっかりゼが現れます。どうやらヤマト君たちはマリオおじさんにプレゼントを渡すことに急いでいるみたいです。その理由はなんと、マリオおじさんがお仕事で海外に行くことになってしまったみたいです。旅立つ前に渡しておきたいようですね。ヤマト君とミサオ君は獣王者に変身しがっかりゼに立ち向かいます。一方、獣マンたちはマリーおじさんの家に急ぎますが、ここでデスガリアンの幹部のアザルトが襲いかかってきます。ヤマト君たちは必死でがっかりゼとアザルトに立ち向かっていきます。そんな中、その現場をマリーおじさんが見てしまいます。これでマリーおじさんはヤマト君たちが獣王者であることを知ってしまいます。ヤマト君たちは再び獣王者に変身し立ち向かいます。4人の獣マンによる野生解放の攻撃によりがっかりゼを打ち倒します。しかしナリアのコンティニューコインの力によりがっかりゼは巨大化します。しかし今回はアザルドがいるため、ヤマト君はアザルドと戦います。それ以外のメンバーはロボットに乗り戦います。ミサオ君たちはワイルド搭載キングで巨大化したがっかりゼに立ち向かいます。しかしがっかりゼのお絵かき攻撃に苦戦してしまいます。一方、ヤマト君は獣王ホエールに変身し、キューブホエールを出します。と、その時、キューブホエールの様子が変です。なんと、キューブホエールは突然アザルドを攻撃し始めます。キリがないので、アザルドは一旦逃げ去ります。そして、そのままヤマト君はキューブホエールに乗り、そのまま全合体して、ワイルド搭載ドデカキングになります。ワイルド搭載ドデカキングの必殺技である獣王ドデカダイナマイトストリームで見事がっかりゼを打ち倒します。その後、ヤマト君たちはマリオおじさんの家に戻りましたが、マリオおじさんは海外へ行ってしまいました。どうやらプレゼントは後々渡すみたいですね。そしてヤマト君たちは自分たちのクリスマスパーティーを楽しみました。次回、マリオおじさんが獣王者になります。次回もお楽しみに。続いて仮面ライダーエグゼイドの感想へ参りましょう。第12話狙われた白銀のクリスマス2016年12月25日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。 M 君は周平君のお母さんから周平君がなぜケーキを嫌うか理由を聞いてみると、なんと周平君のお家はケーキ屋さんだったみたいです。その後、 M 君はとある木を見つけ、その木を登ってみると、そこには周平くんが密かに作っていた木の実の飾りを見つけます。一方、キリアくんはとある人物に会っておりました。それはなんとゲームコーポレーションの社長ダンさんの父親でした。一方、 M くんは周平くんを連れソルティ伯爵がいる現場へと向かいます。どうやらソルティ伯爵は周平くんのお母さんを狙っておりました。
M 君は仮面ライダーエグゼイドスポーツアクションゲーマーレベル3に変身します。 M 君が戦闘最中にヒーロー君も駆けつけます。ヒーロー君は仮面ライダーブレイブビートクエストゲーマーレベル3に変身します。戦闘の中とあるエナジーアイテムを M 君が拾います。するとなんとエグゼイドがサンタクロースの姿になります。さらにポッピーとヒーロー君がエナジーアイテムを拾うとサンタクロースの衣装に。3人によるクリスマス攻撃で見事ソルティ伯爵を打ち倒します。これにより周平君は元に戻りました。一方ダンさんは究極のゲーム仮面ライダークロニクルを作っておりました。これが今後本編でどう絡むか気になるところですね。一方 M 君たちがクリスマスケーキを食べているとキリア君から連絡が入ってきます。話したいことがあるので集まってほしいとのことです。キリア君の待ち合いの場所でとある人物がやってきます。それはゲームコーポレーションの社長ダンさんでした。どうやら父親と会ったことがバレてしまったみたいです。キリア君がダンさんの父親の話をさせないためダンさんは新しいガシャットであるデンジャラスゾンビガシャットをキリア君に渡し交渉してきます。キリア君はデンジャラスゾンビガシャットを受け取った後ダンさんが持っているガシャットケースを蹴り倒します。その後キリア君は新しいガシャットであるデンジャラスゾンビガシャットを使おうとしますがなんと使ってしまったことにより体力が減ってしまいます。そしてダンさんは取られたデンジャラスゾンビガシャットを奪い取ります。ダンさんがデンジャラスゾンビガシャットを使うと突然バグスターたちが現れます。一方 M 君たちはキリア君の現場へと向かいますが突然出てきたバグスターたちに邪魔されてしまいます。一方ダンさんはバグスターバックルをベルトに装着しガシャコンバグバイザーをバックルにセットしてデンジャラスゾンビガシャットを使うと仮面ライダーゲームゾンビゲーマーレベル10に変身しました。キリア君は仮面ライダーレーザーチャンバラバイクゲーマーレベル3に変身します。お互いに変身した後キリア君は必死に立ち向かいますがダンさんの圧倒的強さに打ち倒されてしまいます。そしてダンさんはゾンビゲーマーの必殺技クリティカルエンドでキリア君のライフをゼロにしてしまいます。そしてダンさんはガシャコンスパローとギリギリチャンバラガシャットを奪い取ります。その後 M 君たちは駆けつけましたがその光景はキリア君とダンさんが戦った後でした。ダンさんはそのまま逃げ去ります。 M 君は倒れているキリア君を抱きかかえます。そしてキリア君の体に異変が起こり始めます。なんとキリア君の体は消えかかっておりました。キリア君は残ったゲーマードライバーと爆走バイクガシャットを M 君に託します。キリア君は M 君にお前の運命はお前が切り開けと言った後ゲームオーバーの音が鳴った後キリア君は消えていってしまいます。今までで見た日朝のクリスマス会で一番の衝撃シーンでした。次回 M 君が仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーレベル WX に変身します。次回もお楽しみに。続いて魔法使いプリキュアの完成参りましょう。第46話魔法のクリスマス未来サンタになる2016年12月25日分の放送でございます。では文章の方を読んでいきましょう。キラキラした飾りでクリスマスムードの魔法商店街、魔法界のサンタさんに会いに行った先で未来たちはサンタの帽子をかぶったグスタフさんやアイザック先生を発見。これから魔法界とナシ魔法界の子供たちにプレゼントを配りに行くみたい。サンタさんの正体が魔法使いだと知った未来はびっくり。ところがアイザック先生がぎっくり腰になっちゃった。動けないアイザック先生の代わりに未来リコハーちゃんがサンタさんになることに。サンタさんの初心者の未来たちはトナカイではなく真っ赤なお花のエスカーゴのソリで出発。子供たちにクリスマスの夢を叶えてあげるお手伝いなんてワクワクもんだ。果たして無事に全部のプレゼントを届けられるかな。今回のお話はクリスマス会に関するお話です。未来ちゃんたちは魔法商店街にやってきました。今日の魔法商店街はクリスマスムードで一色です。そんな中未来ちゃんたちは魔法学校の先生たちがサンタさんの代わりにプレゼントを用意しておりました。そんな中アイザック先生はぎっくり腰になってしまい未来ちゃんたちはアイザック先生の代わりにプレゼントを届けに行くことに。どうやら魔法学校の先生方が全員で子供たちのクリスマスプレゼントを届けに行くみたいです。未来ちゃんたちもプレゼントを持ってソリで出かけようとしますがトナカイではなくエスカーゴに乗って行くみたいです。
未来ちゃんたちが目的地に着いた後、魔法アイテムお届けソックスを使って子供たちにプレゼントを配り始めます。しかしそんな中、エスカーゴが疲れてしまったみたいです。ですので未来ちゃんたちはほうきに乗ってプレゼントを配ることに。一方カツキさんたちは道路沿いを歩いていると空を飛んでいる魔法使いの影を見つけます。カツキさんたちはそれを追いかけます。そんな中カツキさんたちはベニーギョさんと出会います。未来ちゃんたちが空を飛んでいるとそれを目撃します。未来ちゃんたちはプリキュアに変身してベニーギョさんに立ち向かいます。ちなみに未来ちゃんとリコちゃんはルビースタイルになっております。ベニーギョさんは無法を使ってゴミ箱とクリスマスツリーを組み合わせ、ゴミ箱クリスマス貪欲バールを出現させます。貪欲バールはゴミ箱攻撃をしてきます。はーちゃんがそれを弾き返した後、なんと掃除をし始めます。掃除をして集めたゴミをゴミ箱クリスマス貪欲バールに投げ返します。その後未来ちゃんたちはアレキサンドライトを使って魔法使いプリキュアオーバーザレインボーに変身します。そしてアレキサンドライトをレインボーキャリッジにセットし、プリキュアエクストリームレインボーで見事ゴミ箱クリスマス貪欲バールを打ち倒します。その後ベニーギョさんは逃げ去ります。その後未来ちゃんたちはプリキュアの姿でカツキさんと出会いましたが、なんとか正体をバレずに済んだみたいです。そして未来ちゃんたちがプレゼントを配り終えた翌日、なんと未来ちゃんたちの家にクリスマスプレゼントがありました。どうやらアイザック先生のお礼のプレゼントみたいです。次回いよいよ地球上にデウスマストが近づいてきます。次回もお楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。